ですけどね。でも可愛いですね。これまだちっこいですね。青い目の。可愛い。青い目の。いやこれ子猫ちゃん。いや可愛い。持って帰っていいでしょうか。この子の名前なんて言うんですか。まだつけてないんだけど。目が青いですね。可愛いですね。これ誰ここれも誰ここ置いてたんですかね。そう。なんでですかね。飼えなくなる。産みすぎる。うわなんか触ってみたい。おいで。シャムだもんね。青い目だもんね。よかところの子。にゃん。多分ブリーダーでいっぱい生まれすぎたとかかもしれんですよね。どうですかね。なんか他のこともあんな顔。住宅事情が変わったとか、あの猫に食料を与える余裕がなくなったとかですね、人間の食料であの精一杯とかですね、いろいろ事情はあるとは思いますから、誰かこの猫を持って帰ったやつが大当たりするとかないかなとか思うんですけど、持って帰る人もいるんですね、連れて帰って、なんか気に見したらどうぞって言ってるんです。うわー、かわいい、これ本当このシャムちゃんは。なんかであそこで誰かとも遊んでますもんね。なんか手が見えた。ちょっと触ってみよう。池がおるんですよ。あ、本当だ。出ようとしよるの邪魔しよる。あそこに顔だけ出したらさ。にゃーお。にゃーお。こっち向いて。こっち向いて。にゃん。にゃーん。こっち向いて。青い目見して。これ触らせてくれますか。なんか嫌がらんですか。うん。おいでおいで。大丈夫。大丈夫と思う。女性なら大丈夫と思う。にゃー、大丈夫かな。あは、ミキちゃんの方が。おお。あれ？あ、ミキちゃんもちっちゃい。にゃー。騙し餌袋。騙し餌袋。これで、これで。騙し餌袋。私があの餌をやる袋だから、あ、餌が入ってるかなと。餌袋、おいで。シャムちゃんいらっしゃい。シャムちゃん、シャムちゃん、おいで。抱っこしゃして。シャムちゃん